地図にない道。何丁目っていうのが消されてる。待って、もう入ったかもしれん。ナビいない、ナビいない。もうなんか変なのある。いけるな、これ。なんか怖いし。あ、いもうね。三角形になってるらしいの、道路が。墓地も三角形になってるらしい。三角形になってる。あーにゃー。そう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 。え、聞こえない。何をモチーフに作ったの。まずくね、なんかこの辺。すげえ胸騒ぎじゃん。マジで不気味だね。今、ここにいることところすらなる。それだよね、ナビ。そうだよね。そうだよね。これをね、はいはい、左に行くわけだ。これが祠ですよね。これを左に行ってみると。はい、行きましょう。はい。でももうこれ結構逸れてるよね。ここら辺、多分いろいろいろんな細かい道行くと。ここは？あれがあるよ。マネキンがあんねん。ここは？行ってみようか。うわ、行き止まりや。ああ。嘘。うん。ちょっと見てこようか。うん。キアンド止まりです。あの子供の大の字。これやば、これ。ね、なんだい？なんだあれ？なんだあれ？なんだこれ？なんだこれ？なんだこれ？なんかやべえ道になってきたので、ここから先はこんな感じですね。なんだこのこの緑の柵は。それね、不気味すぎだろ。キュートトの森なんて書いてあるの。トトロ、トトロの森第4号地。うーん、あ、いくつかあんだ。いくつかある。地図にないけどね、もう、ね、そこ、うん、なんかここがそこなんだ。なんか不気味だね。え、出たもん。トトロの森、怖い都市伝説あるからね。話してよ。モデルになった病院が実際に死者がめちゃめちゃ出ちゃった病院みたいな。あ、なんかあるね。なんかそんなあったよね。そんなのがある。そう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 。え、まあ、病院とかあるの、モデルとか。四国山病院がなんか実際にあるんだかどうだか、名前似てるんだかどうだか、なんかあんだよね。うん、なんだろう、地図にない道って。ね、それこそ本当にトトロだよね。トトロって違う世界行くじゃん。トトロが関係してんの。うわ、これもなんだこれ。どん詰まってる。どん詰まる、SS どん詰まる。見てくる。SS だな。なんか今地図にない道があったんで一応入ってみたんですけど、うん、うん、耳すましてちょっとやる。え、マジやばい。え、何これ、やべえの聞こえた。え、何、うん、心臓止まるかと思った。なんか言ってる。子供の顔のなんか招きみたいな。心臓止まるかと思った俺は。逃げ、逃げんなよお前。え、マジ無理、マジ無理、こういうの無理。怖い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 。やばいでしょこれ。やばい。2時とかだよ、ね、うん、あそこ行ったら本当に終わるんだろうなっていう感じで、うん、なんかラジオみたいなの流れてるんですよ、うん、
やばい、マジやばい、マジやばい、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 なになになに、なんか音がした、何の音、あれわかんねえ、なんかチリン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 言ってる、言ってるやつ、なになになんの、なになに、ああやばくね、さっきまでそんなんなってなかった、うん、急にやつだ、しかもめっちゃボケてる、めっちゃボケてる、いややって、いややって死んだから、え、どうした、そんなめっちゃ出てたじゃん、めっちゃ、どうした本当に死んだ、どうした、どうした、どうした、命の危機を感じた、マジで狂気を感じた、一気に本バッときた、うん、恐怖度が、え、なになになに、何があった、何があった、道あんのか分かんなかったじゃん、うん、分かんなかった、一応地図にない道はあったじゃん、よく分かんない、うん、で、その奥があんのかないのかで俺見に行ったわけじゃん、俺が、うん、そしたらなんか声みたいなの聞こえて、おじさんの声っていうか、うん、それに気づいた瞬間になんかめっちゃ鳥肌立って、ターボーとリボーまだ聞こえてなくて、うん、でまだカメラ回しても聞こえてないから、うん、寄るしかねえなと思って近寄って、家なのかよくわかんない、なんなんだ、なんかゴミ置き場みたいな、なんなんだろうね、うん、なんかいろんなものが散乱してあって、ゴミ屋敷、そう、ゴミ屋敷みたいのがあって、うん、なんかそっからなんかラジオみたいなのが多分流れてる、うんうん、うん、マキと一緒、薬師堂のマキと、うん、時間見て分かる通り3時半とかよ、もう4時になる、こんな時間でラジオなんて流さんか、見えるかな時間、うん、まあ3時40分とかなんですけど、うん、そんな時間にラジオ流すかって、俺らがなんか、うん、君歩かってたらターボーが心臓止まるかと思ったとか言わして、うん、ターボーの目線の時にターボーと全く目が合ってるマネキンの首があった、マジでマジでそんな、どうかどうか、あれ無理だった、マジで、なんだここめっちゃ気味悪いな、うん、みたいな、うん、なってた時になんか急にガサみたいな物音が聞こえて、うん、俺らもガンダじゃなんか死ぬと思ってるみたいな、うん、全員本当にガンダする、マジで、うん、ガンダする、顔がマジだったやばかったもん、あって、うん、こっちから出せ出せ出せ早く出せみたいな、なんかもう襲われるんじゃないかなっていう、うん、まあ、これが原因なのか分かんないけど、とりあえず近寄りたくはない、メンタルえぐられてる、いや、うん、やばかったもん顔面が、ね、いや本当に焦ってた、本当にえぐられた、冷静さ保ってなかったじゃん、うん、いや冷静さいらなかったよね、うん、なんか全て寄せて逃げないといけないとりあえず逃げろ、とりあえず逃げろ、俺もうやりたくないわ、俺もあの3人の顔見て俺も行きたくねえと、俺も行きたくねえって、はい、ということで地図にない道、はい、SSSS です、いやこれはもう、いやこれもう無理、無理だなこれは、俺もう本当に次行けないレベルでトラウマになったの、うん、なんて言うんだろう、今までないやつだ、狂気って感じ、うん、狂った気、そう、あ恐怖じゃない、狂気なの、狂気を感じた、うんうん、すげえ不安になった今回、うん、マジで、何かいるのか、それこそ霊なのかすらもわからないけど、うん、いるような家とかではないんだよな、家とかじゃなかったから、うん、ゴミ置き場、ゴミ屋敷みたいな、まあ、結局ね、あれが地図にない道なのか分かんなかったけどね、やばかったっしょ、なんかあの周辺、そう、なんかね、その三角形になってる墓地周辺とか、あのフェンスらへんは緑の、一番疲れたわ、これやばいな、うん、普通になんか途中まで道を流しとくだけになりそうだったじゃん、そうだね、だけどなんかこれはこれでまあガチだから、俺は全部ガチでやってるから、もうこのままポンって出そうと思ったんですよ、今日はなんかもう特に なかったですってやろうとしたら死ぬかと思う、こんな毎回なんか怖いことしなくていいからねっていう、最後の最後怖くしなくていいのよって思ってます、なんかもうあんま行きたくなくなっちゃったんで、怖すぎて、うん、ちょっとここまで落とさやられたのはちょっと初めてだな、マジで、今回は高評価2万にいかないと、いけません、すぐには、いや、そうだよ、行かなくてもいつかは行くかもしれないですけど、何よりもチャンネル登録してください、本当にお願いします、もう死んでもお願いします、もうこの顔見た通りに、もう何の笑いも起きません、シンプルにもう登録してくれないと身が持たないんで、ただただ削ってる、削ってるだけで、うん、どうせね、2万行かないんだけどね、いや、もう行くのね、いや、学校何個分よ、行かないでしょ、俺もう2万でも行きたくねえもん、俺わかるわかる行ってもわかる、怖すぎる、俺ほんとは3万5000とか言いたかったね、そこは見てくれてる皆さんのためにと思って、そうだね、そこはもう、もうだって俺らからしたらもう2万とかどうでもいいんですよ、もう行きますもん、だってどうせどうせ、ね、見てくれてる人が見たいっていうのがもう1万5000じゃ収まらないってことだけだから、俺らがお願いしたところで、体がね、皆さんここ行ってほしいっていう心霊スポットや怖い場所ありましたら、下の
メールアドレスまでよろしくお願いします。お願いします。もう今相当いろんなの送られてきて、あの他県のところとか、うんうん、めっちゃリストアップされてるんで、うんうん、次の次とかはもしかしたらもう、もう新幹線とか飛行機とか使って、うわもうやべえエリア限定でガチガチかもしれない。ガチ出張ですね。まあでもそれは絶対やりますので、はい、毎回変わらず、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。第3弾の出張ホラーナイトウィークはこれにて終わりとなります。いや長かったね。えぐかったね。第3弾は超長い。みんなにとってはね、1週間からね、じゃなんかそんな、そんなノリじゃないもん、もう俺は。ああもう本当にごめんなさい、なんか本当に行きたくないというか、ガチで顔やばかったもん。やばかったね。気持ち悪い、もうなんかきつい。体力、体力、頭痛いし、ってかもう最後の最後でこれはマジでやられたな。皆さん毎回のね、上がる動画でお会いしましょう。はい、はい、アイビーです。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 清掃員の方が、うん、何の音これ起き始めた。まあ一旦じゃあちょっとここやばい、ね、えやばい、ね、えボンえ、ね、なんか気になってるね。え聞こえない。